はい、皆さんこんばんは。山下エンジニアリングの山下です。今日はですね、普段足で使ってるフュージョンなんですけど、まあ、FCR に変えてから、そのキャブについてる冷却水のホースを、まあ、そのままエンジン側につないでたんですが、まあ、ちょっとやっぱ長さ的に無理があったみたいで、はい、まあ、あと硬化してるたので、なんかちょっと冷却水吹いちゃったんですよ。なので2日間ぐらいちょっと空冷で乗ってたんですけど、はい、でホース純正部品ももうなかったので、アマゾンでシリコンホース買って、同じ系の、それを交換するっていう、動画に、なります。はい、なんかざっくりなんで、あの詳しい作業内容とかはちょっとはしょったような感じになってるんですけど、はい、あ、だいたいなんかこことここを外せば、ここまでアクセスできるんだなみたいな、動画になってると思います。冷却水のホースがちぎれてしまったので、これを交換するつもりです。ちょっと今マイクとかもつけてないので、とりあえず交換していきたいと思います。なんか外装全部取らなきゃいけないかもです。はい、センタートンネルのカバー取りました。このホースがこれですね、なんですけど、多分これここのラジエーターのタンクまでつながってるっぽいんで、このカウルも外したいと思います。結構めんどくさいです。はい、フロントのコアンダーパネルも取りました。で、まあこいつっすよね。こいつはずっと来てここですね。はい、冷却水のここまで来てます。なのでこのホースを交換して、外装を元に戻したいと思います。まあでもちょっと汚いから洗おうかな、せっかくなんで。ね、なかなか通ることないですもんね。多分1年ぶりぐらいかな。はい、なのでこのホースを交換したいと思います。はい、というわけで交換しました、チューブを。はい、こうズー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 と下まで下がってきて、センターを通ってここですね。はい、こんな感じです。もう冷却水すっからかんなんで、はい、補充してエア抜きしていきたいと思います。ちょっとしばらく緊張しか乗らなかったんで、しばらく空冷でした。ちょっとこことか冷却水吹いた跡がありますが、後で綺麗にします。はい、というわけで作業終わりました。ついでにですね、もう結構この辺のパネルとか白っちゃけてたんで、あのバーナーで炙って少し艶を戻しました。ちょっとカメラだとまだ白っぽいですけど、肉眼だと割といい線いってるんですけど、ちょっと伝わらないかな。ちょっとミラーとかもなんか白ジャケットなんで、バーナーで炙りました。まあカメラだとちょっと分かりづらいかな、光が当たってると白ジャケットかもしれないです。はい、これでフュージョンしばらくは、安心して乗れると思います。 FCR のセッティングは
もうちょい煮詰めたいですけど、現状でも十分乗れるんで、ちょっと様子見しています。はい、フュージョンの、冷却水のホースを交換した動画でした。まあ、ちょっと長いんですよね、ホースが。はい、なので外すところも多いし、まあ、できれば何かの作業のついでに、した方が、まあ、楽かなっていう気は、しますね。はい、まあ、フュージョンいいバイクなんですけど、やっぱりスクーターなんでカウル取ったりするのがめんどくさいかな。はい、正直ちょっとめんどくさいですね。まあでもキャブとかだったら、まあシートポンって取ればアクセスできるんで、まあ、キャブのセッティングとかは全然、まあ、楽な部類なんですけど、はい、そうですね。おかげで水温も安定してますし、はい、なかなか調子いいですね。やっぱ普段足で使ってるバイクなんで、フュージョンに何かあるのが一番やっぱストレスですね。はい、一番乗ってるし、まあ、どこに行くのも楽なんで、まあ荷物も積めるし、はい、まあ、自分の足なんで、まあ、車よりも全然僕フュージョンの方を乗ってますね。はい、楽なんですよ。はい、早いし楽なんで、まあ、とにかく便利ですね。はい、こんなにフュージョン好きになるなんて、思ってなかったです。もう1年以上ですね。はい、でフュージョンの動画も結構意外と、伸びてくれるので、まあ、これからもちょいちょいちょっとフュージョンネタはやっていこうと思っています。はい、どうなんですかね。僕がフュージョンちょっと在庫とかで仕入れた、まあフュージョン欲しくて見てる方いるのかな、もう女の方が見てるのかな、まあ、ちょっと どっちかわからないんですけど、はい、まあ、僕の目で見てフュージョン仕入れて、まあ、販売してどれくらいリアクションがあるのかなみたいなこともちょっと考えたりとかしてるので、はい、まあ業区ではまあ、ちょこちょこフュージョンを探してはいるんですけど、はい、まあ、ちょっと今在庫が多かったので、ちょっと今在庫を減らしているような感じですね。はい、なのでちょっと、まあ、フュージョン屋さんになるわけじゃないですけど、まあ、個人的に良さそうなフュージョンを仕入れて販売することは、あるかもしれないです。はい、やっぱなんかね、詳しい車種の方が取り扱ってて、なんかお客さんに対してもやっぱアプローチしやすいし、はい、まあ、自分が好きなバイクなんで、もちろんね、魅力もよく分かるし弱点も分かるし、おすすめしやすいってのもあると思うんで、まあ、ひょっとしたらフュージョンまた販売するかもし、れません。はい、ではまた、フュージョンの動画ちょこちょこやると思いますので、はい、今後もチェックしてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。今日はまさかの2本撮りです。朝一は明日富山なんで、はい、これから頑張って編集して寝ないで富山に行ってきます。ありがとうございました。